回ここ冷蔵庫でお姉ちゃんが作れるの。あ、キムチばっかりじゃん、うち。すごい。え、でもお姉ちゃんってあれ、なんかアメリカンな感じのお料理が多い？うん、うちはね、和洋折衷だ。私ね、韓国料理、なんちゃって韓国料理よく作ってる。あのキムチスープをよく作る。嘘？え、それ食べてみて、私。いい？あ、キムチあるね。キムチはね、山ほどあります、うちは。これめっちゃくちゃ、うちもこれ好き。嘘？私はね、いつもね、お母さんが作ってこうストックしてくれてたんだけど、ね、最近お母さんが来れなくなっちゃって、遊びに来て、私こんなで四つたちにすごい言われます。でさ、すごいあるじゃん。本当？昨日ちょうどね、野菜を買ってきてた。イェイイェイ。ちょっと4つ、いきなりうちに遊びに来たリサさんに韓国料理を教えていただくことになりました。なんでさ、なんで韓国人の人が韓国料理をハーフ、日米のハーフの人に教えてもらうわけ？でも私教えてもらいたい、逆に逆に、うん、韓国人が作ってない韓国料理食べるの初めてだから。リサの韓国料理って何それ？自己流？すごい自己流。楽しみじゃない？じゃあ本場の韓国の人が食べて。私厳しいよ。採点して。多分ね、って思うところがある。嘘。でもどれぐらい合ってるかどうか、楽しいかも。いいかも。合ってるかどうか。もうめちゃくちゃ適当だよ。嘘。まず玉ねぎでもいいんだけど、今日はこの長ネギがあるから、これを切って、ごま油でちょっと炒める。もう白菜の代わりにこのキムチ全部入れちゃう。コチュジャンもちょっと入れる。じゃあ分かった、ちょっとそれ見たいです。ほうれん草最後に入れる、あと椎茸、あと大根も入れる。大根入れる？大根入れたことない。キムチスープに大根、すごい。どんな味なんだろうね。で、お豆腐入れるとチゲになるんだよね。そうね。で、コチュジャンも入れて。コチュジャンも入れる。で、時々お味噌も入れる。お味噌ある？うちある、ある。ちょっと待って。オッケーオッケー。ここに書いてあるんだ、ごま油。そう、チャンギルム。ギルムっていうのが油なの、ギルム。チャンギルムはごま油。じゃあ最初、これレシピちゃんとあれしないとね。焦点みたい。焦点。まずごま油を入れます。はい、そんな感じ。もう私本当適当だからね。適当で大丈夫です。私もいつも。間違ってたらビビる。お料理ができる人っていつも適当ですよね。適当。長ネギです。ごま油の香りめっちゃいいじゃん。すごいよね。これでご飯食べられちゃうよね。大根を切ります。どうしよう、美味しくなかったら。いちょう切りにして。いちょう切りわかる？ヨンちゃん。細く？細くがいいかな。もうこのぐらい。ちょっと皮むいて。普通がピーラー使わないで。うまい。あ、なんかエプロン素敵ですね、みんな。これ誰でもできるよね。これカツラ向きって言うんでしょ？カツラ向き。すごい、しかも単純1枚になってる。私はね、なんかいつも半分に切ってやっちゃう。どっちがいい？これがいい。ここで私ね、ちょっとキムチ入れちゃうの。嘘、めっちゃいいじゃん。いい？私もキムチ鍋作るとキムチ先に入れる。炒める。いいね。炒めた方がほら酸っぱいのが取れるから。で、そこに私はお砂糖入れちゃう。そう、お砂糖入れると美味しいんだよ。お砂糖を入れると、酸っぱいキムチの場合ね。あ、酸っぱいキムチ。私覚えてるのが、シンガポール行った時に、ヨンちゃんがキムチにごま油をちょっとかけたの。そう、入れる。それをや見てからね、うちもそうやるようにしたの。ね、やばい、私結構こんなのだった。全然いいよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。これ全部入れちゃうよ。いい？いい。めっちゃいい香りする。これ、ご飯進むの。いい香り。もうこれでいいか。大根突入。綺麗な、いい感じで薄く。椎茸入れようか、これ入れる前に。椎茸？実は学校の先生みたいよ。あ、これこれ。あら。で、子供たちもこれ食べるの？食べる食べる。あ、でも娘は食べる。辛いの食べれる？あ、そう、お兄ちゃん食べる。4歳？4歳になる。キムチ食べる？キムチ食べないんだよ。うちの甥っ子は辛いのめっちゃ食べてる。1歳違いなのに。あるよね。ヨンちゃんが好きな感じで切ってもいいよ。めんどくさい時はもう4つぐらいに切っちゃうとか。あ、わかる。わかる？これ入れる？うん。椎茸？
入れていい。石だけ入れちゃう。石突きは入れないの？あ、入れなくていいんじゃない？石突きって何？リコの石みたいな。あ、私も入れないの。ありがとう。いや、私がありがとうだよね。あの、うちに呼んどいてお料理をしていただいて。楽しいじゃん。この贅沢な。ちょっと初めてこれやってみよう。何？どうしよう。それ天ちゃんチゲよ。天ちゃんチゲ用の。じゃあちょっと濃いからあんまり入れない方がいいか。こんな感じ？うん、でもさ、味見しながらでいいんじゃないですか。あ、そうだね、うん、でしょ。で、後から入れられる、うん、そうそうそう。じゃあ、作る？うん、入れてよ。大丈夫？まだ、ね、ほうれん草は、ほうれん草最後入れるの、色変わっちゃうから。あ、そうか。じゃこれも入れちゃう、さっきの、あの、キムチ液。うわー、絶対美味しそうだね。あの、干し椎茸でやった、干し椎茸のおだしっていうか。じゃあ、お水を3回ぐらい入れました、これで。まあ、1000cc ぐらいかな。いい感じです。で、あとここでお出汁を入れます。ちょっと煮込むね。めっちゃ美味しそう。ちょっとね、香りが強火にして、あと味噌入れた方がいいじゃんと。あ、全然薄い。ちょっとしか入れてないもん。どれぐらい、あ、いや、もう味噌汁濃いがいいのか。あれ、味噌汁ぐらいがいいんじゃない。こちら、いただきます。いただきます。まずお姉ちゃんが作ったスープを、韓国人じゃない人が作った韓国料理初めてです。いただきます。おいしい。ねえ、うん、めっちゃおいしい。おいしいね。なんか大根とか入れるとこういう気持ちいい味になるんだね。気持ちいい。え、何これ、本当、え、超美味しい。ねえねえ、これ本当に美味しい。美味しい。お店のレベル。いや、そんなことないよ。本当に美味しい。これ本当に本当に、本当に、私本当は今日これ作りながら、やっぱり韓国人は違うね。そんな面白くしようと全然。マジで美味しい。やばい、やばい、これ美味しい。あれ、概要欄にちゃんと作り方載せてね。で、これだってお肉入ってないんだよ。お肉入って、お肉入ったらもっとほら、とろっとすると思う、うんうん。だからこれに豚肉とか、うん、最初炒める時に入れたら、とろっとする。とろっとするね。うん、バラね、バラ肉。ちょっと私これ食べてみて。なんでこんな美味しいの？うん、本当に？なんだ？なんだろう？え？味噌？リサの愛ですよ。ね、本当に美味しい。本当に？本当？本当に美味しい。うん、っていうか、生でも美味しすぎてやばいよ。すごい、すごい嬉しいわ。これは本当に美味しい。絶対作ろう、これ。ね、これ絶対ヨンズ作ってほしい。これ辛いの食べれないと思う。全然食べれる。うん、食べれる。ご飯と食べると美味しいね。うんうん、最初にごま油で炒めたのがいいのかな。なんだろう。あ、そう、あの、ごま油が、いや、美味しい、うん。もうちょっと入れてもいいかも。うん、あの、出来上がった時にちょっと垂らしてもいいぐらい。うん、なんで美味しいよ。薄切りのお餅とか入れたら美味しい、うん。これうちの旦那さん大好きかも。本当に、うん、作ってあげて、作ってあげて。いや、これと韓国で韓国人が食べたら、それでもこれすごい美味しいっていう。本当、うん、本当。あとね、もやしとか入れる。美味しいね、うん、ちょっとだけね、うん。どうやって韓国料理こういうの考えるの、作り方を。私はもう面倒くさがり屋だから、白菜買ってきてやるよりもキムチ、いつもね、残ったキムチでやるの。うん、ちょっと賞味期限ギリギリっていうので、うん、あ、まだ残ってる、じゃああと椎茸が2つ残ってる、大根もちょっと残ってるっていう時に全部作る。うん、パ、うん、って入れてもほっとくだけでいいから。体が温まる。韓国人はキムチをわざと酸っぱくさせる量を作るの。今すぐ食べる量と酸っぱくさせて、こういう気持ちでこういうのを作ったり、あの、豚肉と炒める、はい、あと、それもよく作る。そう、で、そういうのって発酵させた気持ちが美味しいの。で、チヂミも、チヂミもそうなんだ。だから作る前の日に外に出すので、発酵させてからチゲとか、うん、そう、チヂミとか、うん、お料理にするときは一日酸っぱくさせる、キムチ冷蔵庫があるから、ある、ね、あるね、そこに上は今食べる、うん、サクサクの、うんうん、で、下の方にはもう、あの、発酵させてるの、うん、だから分けて、だから火を通すやつは発酵させるんだ、ね、はいはいはい、分けて、美味しい、あの、量を作るの。キムチは腐らないの？
気持ちは腐らあのまあもうすごいもうあれだとあれだけど、うん、酸っぱい方が肌にいいから、うん、そう発酵発酵そうなんだ乳酸菌なの、うんうん、そう、うん、だから私も調子悪いなと思ったら絶対キムチとかを食べる、うん、とするとちょっともうすっきりするなら乳酸菌だな乳酸菌だよねそれは多分すごくある気がする自分に、うん、でも肌綺麗なのきっとそうだよね、うんうんだって韓国料理って野菜もいっぱい使うじゃない世界で一番野菜食べる国って韓国なんだってそうなのこれ子供たち食べるね子供レース一回茹でたって茹でない茹でない生です、うん、このまま、うん、一番最後ね最後ね、うん、もう本当に食べる直前にそうそうこれは私絶対作るこれすごい私この中にうどん入れても美味しいと思うよ、うん、美味しい、うんうん、ねリサさんすごいと思う本当に全然、うん、いやこれはすごいまだいっぱいあるよ全然食べるもっとでこれ見て2人前の次は全部食べたあのね本当にこれうどん入れても餅入れても、うん、何入れても美味しいと思う、うん、あとね多分もたれない野菜ばっかりだからお肉入ってない、うん、アサリとか入れても美味しいあアサリ入れたら美味しいね、うん、貝のエキスね、うん、そうだねアサリいいね、うん、はぁ、あ、リサさんにこんなに家に招待しといてお料理を作っていただいたんですけどすいませんしかもすぐ普通に回しちゃったしね二度と来ないかもしれない今度リサーチに行こうよいやいやお家に来てちょっとあの片付けないと怒られちゃう本当はお姉ちゃん の, あのクローゼット見せたいよねあの見せたいセックス&シティのケリーみたいよケリーみたいのあれ以上だよねあの部屋は素晴らしい物置になってるから嘘素晴らしいすごかったよね照明ついてるんだよ中あれはね夢がある私がヨンちゃんのクローゼット見てみたいじゃあ私すごいですもんぐちゃぐちゃだよね見てみたい見てみて見てみてすごいから汚いすごいいや私のもすごいからいやでも大事にしなきゃリサさん YouTube した方がいいよねいや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 リサさんってすごい面白いからみんな見てて楽しいってなるよねこうやってお料理したりする姿も見たことないじゃん、うん、どうですかマネージャー的にいやもう素晴らしいですねリサさんヨガ TV オンリー YouTube オンリー OK してくださいはいお願いしますまた呼んで、うん、本当喜んでくるだってあのさっきも言いましたが自転車で来ましたからそう50キロくらい漕いでねいやー今日本当ありがとうございましたホトピもありがとうとんでもございませんあなたたちお二人はこれから子供たちを迎えに行く仕事が待っていますのでちょっとこれやっぱ喉とお代わりします